関ヶ原で石田三成が重心を失ってからというもの、豊臣家の実権は豊臣秀頼殿の母淀君が握っておる。家康様と対立した淀君は豊臣家に恩子ある大名や浪人を集め、豊臣家存亡をかけた戦を起こした。ウィリアム、お主が予見しておった大戦が起こったのだ。伊達政宗殿率いる軍と共に大阪へ参ろう。我ら徳川勢は数で勝るが、難攻不落の大阪城へ攻め込むには出城の真田丸を落とさねばならぬ。真田幸村、厄介な男よ。